小山市立文化センターで行われています本日のメインイベント。さあ押し込んでいって丸藤も米戸タッチ成立。佐々木健介、モハメド米戸の対戦に変わります。さあこちらモハメド米戸、今ツアー直前に新ユニットであるブレイブ丸藤と組みました。このグローバルタッグリーグ戦ではあまりにも危険すぎる合体技、丸藤とモハメド米戸の新生マッスルドッキングを解禁しています。さあ両者のどつき合い、逆水平とエルボーの打ち合いです。おたけび上げました。ヘビー同士のものすごいぶつかり合い、エルボーと逆水平意地の張り合いです。首を取っていく、そして反動をつけてショルダータックル。どうやら次はショルダータックルの打ち合いです。ハイキック、そこに逆水平。さあどちらが倒すか。倒していったのはモハメド米戸、しかしショルダータックル、佐々木健介を倒していきました。体と体のぶつかり合い、左腕を確認したモハメド米戸、首を確認する佐々木健介。ブレイブ、ダイヤモンドリング、この両チームここまで勝ち点4です。勝った方が暫定、まあ、1位タイに並べるという負けられない戦い、サバイバルマッチであります。さあ今度は力比べ、タッチ成立して宮原入ってきました。そこにミサイルキック、分断しましてカバーに入るのは宮原。ここまでこの佐々木宮原組ダイヤモンドリングは開幕戦ではマイバッハ高山組相手に反則勝ち、そして先日の相模原大会では01の大谷橋本組に勝ってここまで無傷の2連勝です。左足を締め付けていきます。非常に調子のいい動きを見せているこの宮原、モハメド米戸を捕まえて左膝、攻撃を集めていきます。そしてダイヤモンドリング再びタッチを交わしました。まず試合の主導権を握ったのはこのダイヤモンドリング佐々木健介宮原組です。かつてはジータ祭ジュニアタックでこの宮原は今対角線の丸藤と組んでいました。この宮原と丸藤という対戦も非常に楽しみなところであります。さあこれ丸藤カットに入るか、宮原も警戒します。試合は5分を経過しました。カットにたまらず入った丸藤、このようなタッグの連携もこのグローバルタッグリーグ戦2012優勝へと向かうためには非常に重要となります。30分一本勝負で行われるタッグリーグ戦、勝ちは2点、時間切れ引き分けは1点。飛んでいきましたモハメド米戸、負けその他あらゆる引き分けは0点、両チーム勝ち点4の対戦となっています。本日のメインイベントです。先発の2人に戻りました。宮原のエルボー、エルボー合戦となっていきます。強烈なエルボー、カバーに入ります。宮原の成長を非常に楽しみにしているという佐々木健介、その宮原の成長ぶりを確認するかのように青コーナーでその動きを見守ります。これはまた新たな動きを見せました丸藤、変形のネックロックを見せつけていきます。
らゆる締め技、飛び技見せます。ノアの天才丸藤直道、そこに膝を落としていきます。宮原少し捕まる時間が長くなりました。しかしこの時間を耐えてなんとか自分で流れを変えてほしい、そう思っているのは佐々木健介でしょう。さあ羽賀コーナーに据え付けまして、いや場外に落としました。そこで待っているのはモハメド・ヨネ。さあ場外助走距離を取ったのはモハメド・ヨネ、会場に拍手を求めます。さあそこにラリアット、助走十分のラリアット見舞っていきました。宮原健人捕まっています。ブレイブの丸藤米組、ここまで勝ち点4.11、後楽園大会ではチームドントストップ森島中島組に敗れましたが、その後は塩崎本田組、マイバッハ高山組を倒しています。塩崎本田組では新生マッスルドッキングを解禁いたしまして、再びこのタッグリーグ戦では脅威の技となっています。新生マッスルドッキング食らわせた選手の顔面を骨折させたこともあるという非常に危険な技です。さあ米と丸藤、宮原に必要な攻撃、首四の字は丸藤です。たまらず佐々木健介も中に入ろうとするところ、西中レフェリーが制しまして、あっと今苦しい表情、言葉にもならない声を上げました宮原健人です。しかしおっと、宮原が丸藤と米に返していきます。しかしやはり捕まりました。丸藤は佐々木健介の方向を見まして挑発しながらの逆水平、心配そうな表情は佐々木健介。ブレイブの2人、グローバルタッグリーグ戦2012、新生マッスルドッキング2人の技解禁いたしました。今度は何を見せる丸藤直道、サードロープに据え付けて顔面に、あっとこれは首がものすごい角度に曲がっています。そして突っかかっていきました丸藤、場外に落ちました佐々木健介。試合は10分を経過しました。さあブレンバスターの体勢、なんとかこらえる宮原健人、あっと持ち上げたのは宮原健人、しかしモハメド・ヨネが分断していきます。連携抜群のブレイブの2人、なんとかブレンバスター投げ返していった宮原ですが、ブレイブの連携に捕まっています。自力で抜け出すことができるかどうか、エルボーついていく宮原のエルボー、反動をつけて、しかし米のキックが待っていました。期待しているからこそ今回タッグを組んでこの2012のリーグ戦に臨んでいます。あっとここはなんとか着地、しかし蹴りはモハメド・ヨネかわしまして飛んでいきました。ジャンピングエルボーを見舞っていった宮原健人、そしてタッチ成立、佐々木健介が入ってきました。さあ会場のボルテージがどんどんと上がってくる、このどつき合い、逆水平で押し込んでいって対角線に振りました、フェイスクラッシャー、両チーム勝ち点4、ロープに振ってここで得意の逆一本、両チーム負けられない試合となっています。本
日のメインイベントです。カウンターの蹴り、足を捕まえてトルデーのボブで落としていきました。なんとか返していったモハメド・ヨネ。さらに体力を奪っていくべくストラングホールド、ガンマをかけていきます。中に入っていった丸藤、たまらずここはカットに入りました。しかしこれはやっと解けました、ストラングルホールド。さあ現在リング上は米と佐々木健介、ラリアット相打ち、飛んでいきましたモハメド・ヨネ。一回転して入ってきました丸藤。さあそしてロープで反動をつけてハイキック、逆水平避けました。軽快な動きは丸藤、しかし食らいました。時間差でのラリアット、しかし倒れません。トラスキック、ラリアット倒しました。カバーに入ります。佐々木健介も表情一変、苦しい表情に変わりました。もっと投げると宣言したのは丸藤直道。ブレンバスターの体勢、どちらが投げるか。持ち上げたのはしかし切り返しました。あっと強力な円錐、セカンドもそこに逆水平。目まぐるしく攻防が変わっていきます。力まくて最後投げていったのは丸藤直道。もう一発トラスキック、カバーに入ります。カウント2で返していきました。そして白縫いの体勢、そこは返しました。あっと力任せ、体が浮きました。ラリアットタッチ成立で宮原健人、ジータス杯ではタッグを組んだこともあるこの宮原と丸藤、フロントスープレックス、ノーザンライトスープレックス投げていきました。そしてブレンバスター、先ほども投げましたブレンバスター、なんとかこらえるのは丸藤直道。どちらが投げていくかどうか、足で蹴りましてニュートラルコーナー、ハイキックで返していくトラスティックは宮原健人。強烈な膝、ヨネを分断しまして、さあ試合は15分を経過しました。サンドイッチ攻撃、カバーに入る、ヨネがカットに入ります。さあ流れをつかみましたダイヤモンドリング、そのままライガーボムで落としました。さあなんとか返したのは丸藤直道、しかし完全に試合の流れはダイヤモンドリング。さあ宮原バックを取った、これは勝てば大金星、バックを取って投げられるかどうか、エルボーで返しました。白縫い体勢は丸藤直道、回転白縫い、両者大の字、両者仰向け、ノーザンライトスープレックスを出しました。白縫いも出しました。まだ試合は決まりません。さあ米が入ってきて佐々木健介を分断。さあ米の串刺しのラリアット、もう一発ボディースラムを落としまして、さあ会場から大きな拍手、トップロープからのギロチンドロップ。さあカウントはカウント2、ランド返していきます。さあこの座り込んだ宮原に対してこのローキック、強烈な蹴り、あっと捕まえました。宮原足を捕まえてエルボーで切り返す、ハイキック入りました。
どうだ、宮原返せるかどうか、カウント数えられる、返しました、宮原返しました。強烈なハイキック後頭部に入りましたが、なんとか返していった宮原健人。さあ激励をするのは佐々木健介。さあ捕まえました、宮原健人もまだ素早い動きを見せていく、トラスキック、そして佐々木健介が入ってきてラリアット、そこにジャーマンスープレックスホールド。さあどうだ、さあどうだ、カットに入ったのは丸藤です。さあ場外は佐々木健介と丸藤、立ち上がるところに強烈なトラスキックは宮原健人、そこにラリアットモハメロヨネ、もう一発。さあブレイブの2人が入ってきました、ブレイブの2人が入ってきました。サンドイッチ攻撃、この2人には解禁しました新生マッスルドッキングという技があります。しかし佐々木健介も入ってくる、2人に対して、そして米野のローリングサンダー、佐々木健介を丸藤場外に落としました。さあ試合は2対1、ラリアット一回転、さあ決まってしまうか、カウント、あっと味方開けました宮原健人、完全に2対1の状況。さあさあ筋肉バスターで担ぎ上げました。さあそして丸藤直道は今ロープに上がる準備、そこから新生マッスルドッキング、完璧に決まりました、カウント3、最後は解禁しました新生マッスルドッキング、ブレイブの丸藤とモハメドネ勝ちまして勝ち点6、1位タイ、暫定1位に上がりました。